2022年1月1日土曜日、あやらセンターモールに来てます。ただいま1時57分、1階のお土産屋さんからダカシっていうミルクティー屋さんに北海道ミルクティー3個頼まれてきました。これから買いに行きます。ダカシは今年初めてのお買い物になります。ここは北海道ミルクティー、沖縄ミルクティーとか日本の名前のついたミルクティーがあります。ないかもしれませんけど、頼まれたのは北海道ミルクティーです。私はハロハロミルクティーが好きなんですけどもね。では買い物行ってきます。16日の夜の台風の影響で野外ステージの屋根のテントが飛んでますね。木もネムの木が枝が折れてます。じゃあミルクティー屋さん、北海道ミルクティーあるかな、行ってきますね。あいよ。名前は北海道ミルクティー。にゃせ。トロ。トロハボ。テイクアウト。北海道ミルクティー。100 sugar。なませ北海道ミルクティー。え？北海道ミルクティー。トロテイクアウト。ただいま注文しました。 Signature is 135. はい。 Autograph. はい。 Only one. This is for you, sir. Thank you. じゃあこれでできるまで待機します。500ペソ払ったんですけども、北海道ミルクティー3つで450ペソでした。シニアディスカウントで 32% 引き、トータル 364.29 centavos。 結構値引きになってますね。はい。店内は結構クーラーがかかって冷え冷えになっております。ちょっと肌寒いですね、北海道。できました。袋に入ってますね。 Thank you。 よし、荷物があるんで背中で押してドアを開けてます。はい、これからじゃあ配達に行きます。450ペソが364ペソですからね、80ペソ以上値引きになっていました。なんか今日重いです。これ荷物が重い。珍しく。
今日は昨日と比べると全然人の入りが違いますね。1月1日ですから。ここは外人さんがいるの。ここはシェイキーズのピザ屋さんですね。やっと来ました。まだクリスマスソングが鳴ってますね。まだクリスマスソング、クリスマスソング。こんな感じで全部ほとんどレストランやってますね。昨日はひどい目に遭いましたから、ショッピングモールでも長蛇の大行列で参りましたから。これから1階まで、今2階まで来ました。お届けに行きますからね。1階のお土産屋さんまで行きます。1月1日ですからね。いつもだったらお休みなんですけどね。なんだか、今1階に来ました。なんかこっちは本当はね、右側通行なんですけどもね、全然2022年クリスマスプレゼントじゃないか。お花屋さんだ。バスコーフィー。この角を左に曲がればすぐお土産屋さんです。ちょっとこの辺混んでますね。背中映しちゃって、背中。着きました、お土産屋さんに。北海道ミルクティー、北海道。Thank you. ミンダバオサバミンダ。このできない、ほら、ホーリン、やぶ、あら、ほら、やっば、みんだばおさ、みんだおさ、はい、じゃあ、届けましたから、終わり、おしまい、タパス。